両チームの選手がこのピッチに姿を見せます。画面の左ホームのイラバンツ北九州、そして右がアウェーのジェフユナイテッド千葉となっています。2021明治安田生命 J2 リーグ第20節イラバンツ北九州対ジェフユナイテッド千葉の一戦が始まりました。高橋前、藤谷が走っている、中佐藤亮、前川もいる、藤谷から前川シュート、ちょっと足元に入ってしまった。お互いにやはり先制点を取りたい、取られたくないという時間帯。速いボール入ってきた、ゴールキーパー加藤クリアします。ここに対しての反応ですね、とても速くて先に触ったというところまで含めて素晴らしい。さあフリーで受けたサウダーニャ、左へ展開、中3人入っていく千葉です。低いボール入ってきた、シュート、三木のシュート。そうですね、今サウダーニャ選手蹴って合わせに来るか、合わせます、ファーサイドこぼれたところ、永田シュート打ってきた、わずかに外れました、クロスバーの上。入るまでは悪くなかったと思うんですけども、小田選手はあのヘディング強いですね、ここは狙い定めた部分はありましたけども、ここ沈め切りたいところでしたね。紙一重ではありました。スピーディーなものは生まれてきますし、はい、変わった福光からサウダーニャスルーパス切り込んでいって、えぐって自分で行く、預けてシュートはなんとかゴールの右でした。ここは先制ゴール。この杉吉選手がやはりあの攻撃的なセンスがある選手ですので、最後永田が触りましたね。よくそ、ここで熊谷が足を伸ばした、さあ小野沢から預けてカルドラシュート、J 初ゴールとはなりませんでした。北九州の選手がリアクションをしていました。いやこれ崩しとしては理想の形だったんじゃないですかね。もう相手これも出し抜いて、さあ決めてくださいというボールだったんですけど、左利きなんですけど今右足では打てたんじゃないかなと。そうですね、打っても面白かったんじゃないかなと思いますね。小林監督は何度でも打てと、決して恐れるなと話をしていました。中ヘッドシュート、カルドナ、カルドナの決定的なシュート。今日はこのカルドナ残り時間あとわずかではあるんですが、一つ大きな、アディショナルタイム目安の5分を過ぎました。ここで試合終了、両チームともゴールネットを揺らすことはできませんでした。